来れないんだよこっちは。来たー。すごいカーブ。やめて冗談ですよ。これは当たるならお前右行っちゃったばかりでドア。ママ。やめてそれ。楽しいかける戻りだな。土下座してください。カトジュモンスターハンターワールド。ブラギネオス倒しちゃうから。芝居ちゃっていいっすか。このクソ坊主。まあ、坊主は僕なんですけど、ブラギディオスのあの、ここのところを俺の、あれするわ。あの、ゴリンガリンしてやるわ。ここのさ、リーゼントの部分。クソキモいじゃん。まずキャラクターも坊主するわ。ダメだ。さあ、戻ってきたぞ。ちょ、2週間ぐらいな。まあまあ、メキシコで一回やったんだけど、ちょ、やはり、この我が祖国、マイホームから髪型が出るじゃダメ。俺がなんでブラギディオスに勝てなかったかっていうと、やっぱ浮ついてた。見てくれよ、この髪型。確かかっこいいんだよ。ただ、やっぱ色気づいてた。戦ってるやつでハンマー振るときに前髪が目に入ってたんだよ。で、マイホームがどこかわかんないもんだ。こういうときはどうするかっていうと、セリエナに行くの。で、マイハウス行くの。これでいい。うん、初めて来た。うわ、バグズチ図に出る、来たー。やはり俺の哀悼。身だしなみを整えるか。見るわけよ。ボケ！おい！あれあんま似てねえな。あれあんま似てなくない？髪型の、でなんか補正かけてたのかな？高尚な層になってしまった。さあ行くで。臨海ブラキ。今日の目標は、激高ラージャンと臨海ブラキ倒す。こいつが強えんだ、マジで。まあ、強えんだ。激高ラージャン強い？で、俺の方が強いよ、絶対。負ける気しない？まあ、防御力アップ大かね。超戦いたくねえ。ねえ。めちゃくちゃ戦いたくない。理由は強いからです。この辺じゃない？いるー。失礼。クソやばいっすね。これ。ちょ、回してますです。それダメ！よしよしいいよ。ねえ、ぶっ飛ばしさえできれば絶対もう勝てるんだよな。ただあまりにもぶっ飛ばしが下手すぎる。狙ってこっか。やめて！しっぽ、あーみか。チャンス。頭いけ！俺は欲張んない。ちゃんと頭いけ。うわ！狙いに行く。それやめて、それマジで強い、それマジ強い、マジ強い、マジ強い、それマジ強い。これ一回キャンセルして、スタミナアップして。嘘だちょっと怖すぎだって踏んじり下手じゃなければな、だいぶダメージ当ててるんだけどね。そこはご愛嬌。長くね？ね、ちょっと長くね？は、なにこれ、もう終わってんだろ、なんだこれ。
落ち着こう。ここは冷静に、イラつかないこと。メアリ来んな。頭おりゃ。ケツ抜けたらもう俺のもんよ。完璧。うまい。あお。うわ。この後やばい。やばい、アチェン助けて。飛躍欲しいよ。やめてメアリー、俺にくれよ、カイル君。助けて、もう戻りたい、もう戻りたい。もう、だるすぎる、こいつのこの応酬。ここは、これ決めました。いや、防御力だな、さすがに。いや、日和たくねえ。火力でいきます。で、ここまでは悪い戦いじゃないよ、正直。もっと足殴っていいかな？でも手も熱くない？って俺は思っていて。チャンスだと思っていて、これは。飛躍。マジで飛躍。危ねえ！もう、鬱陶しいんじゃボケてねえ、この野郎。癒しの円筒来たー絶対殺されたし。なんか強くなってんだけど待って。ねショートカットが使えない。ショートカットが使えないんだったら 使わなければいい。ショートカットが使えないんだったら使わなければいいという。この回復しかできないサイクルから早く抜け出したい。もううぜえマジで。ああいやもう楽器グレード全部使っちゃった。この5分この10分何もやってね。40しか食らってね。もう好きでなさすぎるんだよお前マジで。段差使わせろボケ。ビビってね距離をね離しすぎ。いやぶっ飛ばしはなんかね下手すぎてできない。頭狙えないぶっ飛ばしの。うわこのセクター終わってたな。今ほとんどダメージ当ててないね。何かさ経験を持ち帰らないと。このままじゃ一生こいつに怯えながら生きることになる。そんな暮らしはもうやだ。しゃちょっとここマジでさ頭狙わして。だろ。うわ。もう2回目やってるよね俺。冗談ですやん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 。こっち向け。バカ野郎が俺。うわ、寒い。冗談ですやん。あっちこの戦い。プライドバトル。やめて冗談ですやん。俺は引き下がんねえぞ、俺やら。ねえ、もうつまんねえよ、おめえのそのね、年金だから。唯一使えるショートカット。これ偉いよねでもね。でいつ死んでもいいように落としてもいいから。振り向き様の頭に。頭に。乗れ。あの三つ星欲しいんや。ジャンピング三つ星。ちょっとメアリー、こいつをマックさせろ。お前全然マックさせねえじゃねえかよ。なあ。守備よく麻痺させてくれ。あーもったいねー今のマジで。あー飛び寄ったかな。
お頭狙えねえよこいつ。でも今多分ね6割ぐらいは削ってるはずなんだよね。で僕思ったんですけど、まず拠点をこのねアステラじゃなくてセリエナに変える。理由は食事食べていきたい。これ何度も挑戦し続けるわ。ぶっ飛ばして2割は削れる。でかキモキモだよ。これ見切ったら楽しいんだろうなこいつ。行くわこれ。もうやばすぎる。ね、やめて。そのさ起き上がった瞬間に人気爆発やめて。ちょっと待ってくれ。どうやってさみんなはさあれ使ってんの。ショートガードどうやって使ってんのこれ。このままじゃ俺一生覚えらんねえよ。いやハンマーは捨てない。ハンマー捨てるぐらいだったら俺もうモンハンやめる。俺ハンマー愛していて、愛してるんですよ。あ、ショートガードの止まってるからね。確かにあれ動きながらやるんだ。あ、確かに。これ方位使おうぜ。なんか空飛ぶ方位みたいなのあるね。これが滑空の方位使うわ。ここで着用。乗れ。乗ったべ。いや、ブラキリオスはね、ハンマー絶対やりやすいはず。ちょ、まだ俺が動きをインプットできてない、できの。そんなにやりづらいはずがない。イラつかないで。やめてしょ、僕も。3連発。これが3連発か。なんで滑空使ってんの。滑空強くない？滑空強くない？まさか。もう騙されてる。滑空の方位に。はめられてる？滑空の方位をさ、俺、ただの乗りやすさアップのためだけに使ってるからさ、それがいけないのかもしんないな。たぶんトライし続けるということ。それをします、僕は。まず、ここで俺がやるべきことは、勝つことじゃない。ぶっ飛ばしを一回成功させて、ぶっ飛ばし成功するぞっていう、足元これ出るから、これはもう食らいます。あえて。勝てるかこんなやつに。どうやって勝ってんだよみんな。どうやって勝つんだよおい。教えろよ。強すぎだろ今の。ちょっと初動から悪かったんで気にしなくていい。俺は負けてもすぐ挑み続ける。まずドタマ勝ち割って R2 で飛ぶわ。やむか。メダル100。メダル。よし。やべ、石ころ。どうだ石ころ。何やってんだお前の。おい石ころどこだ。石ころ。さあマップで石ころ探せみんな。ぶっ飛ばして狙ってくか。ここで一発目チャンス。丸くらえボケか。行きますここね。これムカつくマジで。ずるくないこれ。よしよしよし。ちょ、メアリータイミング悪いよ。もうちょいいいタイミングで頼む。キボンヌ。で、ここで一回俺がやるべきことはタバコ吸うことなんだ。ずいぶん余裕だなと思うでしょ。この心の余裕が、いけるの。足にクラッチして殴りでもいい。なるほどね。確かに頭に固執しすぎてるかもしんないね。で、こいつ怒ってるよね、多分。怒ってるね。ちょ、まだ動かないで、まだ動かないで。ちょ、話が違う。話が違うだろ。いや、めっちゃメアリー当ててる。メアリーめっちゃ当ててる。いいぞいいぞいいぞ。OK。
ケボケ。シェイ、いいタイミング、神のようなタイミング。怒ってる時に上に乗れるっていうのは時間も稼げるんで。しかも毒食らってないこいつ。おい、千載一遇、毒食らってる、毒食らってる、なんか知らないけど地形による毒ダム食らってる。ポカーン、ベタビュー、すごい、うわ悔しい。ぶっ飛ばしに狙いたいね。うげ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 、当たろ当たれ、よっしゃ。ちょ、年金マジやめて。もうそれおもんないよ、なんでだよ、意味ねえじゃねえかよ。じゃあ使わねえよ、根本的な否定じゃねえか。いいよ、じゃあもうせかじいでいくよ、もうそんな否定してくるなら。このゲームの根本を使うなってことだよ、いいよ。そしたら俺に分があるだろ、使わねえんだったら。このループ入るとマジで一生やられ続ける。あー、これダメ、これさっきから同じ攻撃食らってるね。避けようとしてんのに気迫はね、家に戻らなきゃない。家に戻る術がない。頑張って大きく役立ちなきゃ。いや、もういいや、もうこれ消えた。みんな俺も回復してんの、戦うこれ。新万に一発立てる。応急薬グレートあるー。なんだこれ、お前マジで飛躍1000個ぐらい欲しい。飛躍使ってくれたのに、飛躍使ってんだって俺飛躍縛ってるわけじゃないよ、飛躍使ってんだよ。足んねえ。2個なんて一瞬でなくなっちまう。ただ、まだ1四つ。もう絶対半分は削ってる。ぶっ飛ばしも食らわしてるし。これチャンスはチャンスなんだよ。ショートカットで勝手に調合してくれる。え、飛躍の素材を持ってれば、ショートカットで、飛躍を使おうとしたら勝手に調合してくれるってこと？ただみんなに、秘宝があって、俺、飛躍の素材は持ってないんだよね。パチンコの景品で、成形立ててて、実は。あ、その景品で持ってる？嘘。それかもしんねえな。今の俺に足らないものは。いけー！だろ！うらぁ！お前、ピアリ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 、一発目ピアリ、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 ほっしゃ！もう一回行くの、これ。乗る、頭乗る。いやー、酔ってるから。これどうするかっていうと、石ころを探して いや、もったいね。回復使ってたから、使ってからだったな。滑空の装備使っちゃおっかな。じゃあで、ここでバシャッとはめて空中戦挑みます。やべ、死んだ。罪じゃねえかよ、お前、それ。罪やん。今でも、日和らずに、緊急回避ができてれば、あるいはといったところでしょうか。あと、この、ね、滑空の装備弱い？まさか。体力がいい。体力欲しい。運ゲー、気をつけて。怒った？運ゲー、もうムカつく、マジで。新要素だったらボタン一つでさ、壁に当たるみたいなの作ってくれよ。ゆとり仕様頼む。これ丸一回。
で、これ年金があるからあえてこれでいきます。あり、マジあり。これマジであり。今食らってるから絶対俺。ああ。ちょっと村木さん離れて、俺から。でいつ死んでもいいようにこれを。広っ。ちょっと今甘えちったか。ちょ、めっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる。めっちゃ切れてる。もうお前ずるいってて、めえ実況なめんなよ。そこはさ、うまいことやんなきゃいけねえだろうが。空気読んでくれてありがとう。お前なんじゃそりゃ、なんじゃそりゃ、何その新しい攻撃、今まで一回もやってきてないじゃんそんなの。よっしゃ、危ねえ、よかった。あ、年金食らっちゃおう。隙がなさすぎるよ。全然当ててない今回。このエリア800しか当て、800しか当ててない。このエリアがね、またね、難しいよ。ちょ、メアリー、来んだ来んだ来んだ、こっち来んだ。お前が来たらブラキも来んだろ。乗れ。ちょ、待って、ほい、ほい、かっくん、かっくん、ほい。かっくん、しろ、かっくん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 、どうも。かっくんの方かぶって、乗りやすくして、で、俺は空中攻め飛ぶ、これ。どうそれ。乗れ！やるー！おーだー！乗れ、おーだ！乗ってくれた。乗って時間稼ぐぞ。やばい。あー、もう無理じゃん、あんなの。ハメじゃん、あんなもんは。でもさ、上手い人だったらこの装備でも勝てるでしょ。要は敵のモーションとか覚えて攻撃の隙さえ分かれば勝てるってことだよね。Thank you. Thank you so much. うまい、ショートカット。あ、そこかわしたかった。あ、俺ピョッと取れますか。メアリー頼むよ、メアリー頼むよ。お前本当に嘘、ヘイル買って。ナイスメ、ナイス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 メアリー。40しか食らってねえ。転べ、ほら転べ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 。テントンテントンテントレデントンテ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 レデントン。うまい。おい、全然転ばねえじゃねえか、おめえら。黒取るで、黒取るで、黒取るで、黒取るで。うわー、頭に乗れ。よっしゃー、完璧なサイクルで、ここの年金をうまいことかわさなきゃいけないから。これさ、光ってたら頭いかなくていいかもしれん。光ってないね、ってことは頭いっていい。どうだろう。あ、食らったわこれ。3発目食らったこれ。よっしゃ、緊急回避3連発。なかなか珍しいもの見ましたね。行きたいという意思、これが強いよ。乗れ、もう一回乗れよ。滑空の方行く、ここで、ここで滑空の方にかぶる。乗れ、絶対に乗るという意志、絶対に乗ってやるという意志力。チャス、チャス、チャス。
おりゃー、たまに勝ち終わった後にこれでぐる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 んってやって食らうじゃん。そしたら思いっきり大爆すればいいよ。こうやってムカつから、ムカついたらね、あーもうー。でも7割ぐらい削れてると思うんだよね。俺気絶耐性ついてないっけ。ついてるよね。あ、気絶耐性そもそもゼロなんだ。一旦アステラ戻ります、俺のふるさとに。弱い。嘘、俺弱いの。俺結構頑張って作ったんだけど、でそもそもついてづらいね、ここに。ねえ、不屈がいい。な、何不屈って。死ねば死ぬほど火力が上がるみたいな。何もないです。気分軽減、精霊の加護、精霊の加護でワンチャンなんかあれしようかな、運ゲーしようかな。あ、おい切れた。おいおい、さらにここに来てさ、爆破属性強化してやろうかな。なあ、弱点を補うんじゃなくて、バグズジズーニーデールの爆発属性強化することによって、さらに、ちょ、おしっこしてくるわ。長所を伸ばす。な、弱気になってんじゃねえのか。俺もう、行っちゃっていい。EX ブラキで爆発属性強化。スタミナダッシュ。強気に行きたい。気絶耐性ねえかな。あ、じゃ、気絶耐性さ、俺さ、ちょっと待って、装備がゴミすぎる。隠れ身の装備でいいか、じゃあ。いや、だめ、これだったらこっちの方がいい。おい、バグズジズーニーデールでも勝てねえのかよ。悔しいよ。これ早食い攻撃にして、攻撃のところ大切に、これだ。今できる最大限のやつ。早食いが大事なんですよ、皆さん。知ってました？みんな知らないと思うんだけど。飛躍ためらってない、ためらってない。足らねえんだって。あ、てか飛躍のさ、素材持ってこうぜ。そうだ。飛躍の素材を持っていけばいいんだよ。勝てるべ。飛躍をガブ飲みしてぶっ殺せばいいんだ。マンドラゴラが4個しかない。あ、どちらにせよ5個前しか持っていないのか。じゃあ、マンドラゴラ増やすわ。俺ね、コツ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 ね、こいつを鍛えてたんですよ。このバカ。全マンドラゴラ。オールマンドラゴラでいくわ。どうこれ。いや、これいけるべよ。飛躍7個よ。なあ。みんな、しかも、俺、激運チケット使います。ここで勝つという意志力見せるわ。俺はもう飛躍を蹴散らない。まず、ちょっと待ってね。石を手に入れよう。俺、石のタットさを解いていきたいのね。石を軽視するやつは俺もうクソだと思っていて。しょっぱなこれもう、しょっぱな行くってどう？で、石を拾いに行く。で、ブラキ怒ってませんよね。怒ってないということは何ができるかっていうと、ぶっ飛ばしができるんですよ。まず、壁を背にして、ここにブラキディオスを、おびき寄せる。でお前新要素なんだったらさ、小学生でもできるようにしろよ。空気読めよお前。うんげ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 、くそ。で、マンドラグーラを、マンドラグーラ10個きたー。いや、こいつやばすぎ。ちょっと狙いすぎかな。でもさ、これ慣れていかないと、最初のステージから動けてねえよ。ちょっとさ、これごめん。飛躍使わないわ、これ。もう2回死んじゃってるからな。ある程度その堅実さと豪快さを兼ね備えていかなきゃいけないね。
しかもさ、こいつさ、え、なんで食らっちゃいけないんだ。当たってなかった今。なになに、どうしようどうしようどうしよう、クソチャンス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 、600やばい。寝ろぐになってんだ。今のどちらにせよもう半分諦めてたんで。今のってさ、なんで敵眠ったの？それも有効的に活用していきたいな。眠りガスガエルか。オッケーオッケー。ゴミゴキブリガエルか。ゴミゴキブリチャンネルね。自分も触れたら眠る。やば。じゃあどうやって当てんだよ。たまたま当たったのか。ちょっとスタートいいスタート切りてえな。まず僕は、この初動？初動に全てをかけようと思っていて。まずこの壁に寄せて、寄せるじゃん。足元足元。ああ嘘だ。外した。運ゲーで当たってくれ。どっかにドーン。ビール絶対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 ビール、お前絶対こんなビール、ビール。くそ、ビヨンねえのかよ。これね、右にかわす。そしたら当たるかなこれ。あ、やべ、あ、飛躍飲みたい。マスマス、しこいや、オラボケー。移動する、これ、オッケー。移動する時のモーション覚えた。え、ここで戦ったことあるっけ。まあ、被害のとこ、あはははははは、なんとかしていく。これダメ、一回キャンセルして、こっちのサイクルに入れてから、これが俺のサイクルな。一回ダメで、引っかかってる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 。てか気絶耐性1がなんか微妙に生きてる気がする。しない？ねえ、リターン。ナイスベアリー、最高。最高。これ、吹っ飛ばし当てたいね。ここ吹っ飛ばし当てれたら、だいぶ、ねろ。なんか、いいサイクルを。まあいいや、当てればいい。結構当ててない？まだゼロ落ちだよね。動きだいぶ分かってきてるね。ここは行っちゃダメだって。怒ってるかあいつ。どうだ、怒ってるわ。めっちゃ怒ってる。もうただならぬ乗れやべ、なくなったなくなったなくなった。助けて、飛躍がなくなった。急にありたけ、ありたけ、ここありたけでいい、ここありたけでいい、マジで。ここありたけでいい。こだめ、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 よっしゃ、ナイス。あー、うそ、緊急かけてない。ちょっと今のは、今の運ゲーすぎ。それは、ダメ。さあ行け、オラ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 。ほんで火山闇際のところに行って、
な、攻撃して怒らせたくねえや。まあ乗るか、乗れるで。そうそう、で次絶対怒るから、もう俺は攻撃せずにここをぶっ飛ばしていただきます。ナイス、マウス2マウス来たー。1回目かまだ。せっかくマウス2マウス来たのにな。え、なんか全然サービスしてくれん。でも結構当ててない？これ結構当ててると思っていて、時間はまだまだいっぱいあるしね。飛躍がぶ飲みできるし、それさえあればね勝てるんですよ。いや、もうちょっとな、スリンガー当てれたらな、絶対楽なんだけどな。しかもスリンガー当ててからもさ、俺運ゲーしてるからさ、もう連打してんのね。これ、ね、怒る前に当てたい、スリンガー。これいけるか。あー、許して許して。あ、なんか、変なことやっちゃったよ。もう年金使うんじゃねえよ、やるババゴラ。決して高齢者に対するあれじゃありません。バレてない、バレてない、バレてない。メアリーいいぞ、メアリーお前が引きつけろ。今バレてなかった。今の1分間良かったね、今の1分間すごい良かったね。バレてなかったね。乗れ乗れよ、いい加減キャルー。フォアだ、乗れよ。なんで乗らねえんだよ、乗ってくれよ、乗れ、ほら乗れ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 、とにかく乗ればいいだろうが、乗れ。俺は回復より乗りを優先。ここ乗ろうとしないやつが俺勝てないと思ってるから乗りに行くんですよ、ここ。ラッキーすぎない、今の年金よけは。いつか乗れると思ったよ。そろそろじゃろうなって思ってたんですよね。これ年金をうまいこと避けるにはどうすればいいんだろう。当てに来た。なんかそら年金いらねえ。だったら腕狙っていく、壊れてるなら。お前は神じゃ。ちょっと待って、違う。これ何回目？ 2 回目？いや、でも追い込んではいる、絶対。ちょっとやめて、助けて。石拾えてない。なんでこの戦いの中で拾おうとしてんだ俺は。でも拾えばいいんですよ、戦いの中で。こうやってやべ、あーダメだこれ、死んだ。助かった。緊急回避出てない、スタミナなかった。でも結構今追い込んでたでしょ。これ次行くわ俺。しかもなんか激励みたいに出てない、全然ちぎし。不滅の炉心閣、これでも値段的に結構レアっぽくない？あ、激レア、よしよし、天閣なんだ。じゃあまあ許すよ、許しました。え、図に出るの上作れる？許可できる、ちょっと待って待って、許可できるらしいぞ。え、図に出るの上があんの？ちょっと待って待って待って、話変わってきた。新バグ筋図に出るができんの？倒さなきゃ無理なんだ、やっぱ。
これ弱点氷かな、出ないわ。氷のハンマー気持ちいいんだよな。ガシャンガシャンとか言って。ベリオかな？で、俺はついに拠点をセリエナに移動しようと思っていて。アルバトリオンで氷いる？俺バグズチズニレルで行くよ、ちなみに。結構もう俺の哀悼として使っていくことを決めてるんで。せっかく作ったのに、バグズチズニレル。よりによってさ、ブラキディオス出てきやがった。でもさ、あの爆発食らってるよね。300ダメージバーンって入ってるのはあれでしょ？その300の積み重ねが勝敗を分けていくわけですよ。しょっぱなマジ大事。あ、もうちょい前行って。もうちょい前行って。もうちょい前行こう。もうちょい前行け。もう戦う準備万端じゃねえか。え、なんでスピンが出ないの？ちょうどいいよ。俺もう初っ端は吹っ飛ばししか狙わねえって決めた。理由は600とか食らせらんねえから。どのタイミングで行くかだな、あとはね。うそ！そして、ああ。ためにオッケー。これはね、本当は喉した方がいい。これためて、ためには頭じゃねえか。これ喉、この後腕でいい。粘菌を受ける喉、腕、オッケー、喉。おいおい、動き分かってきちゃったぞ、ブラキディオスさん。なに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 、これで逃げるから、これで追っかけてって、またやる。いいぞー、ユーチューバー。やめて。ちょっとやめて。乗るべ。乗れなかった。乗るよな、オッケー。もう動きだいぶ生きてきてるから、あと粘菌をしっかりかわしていく。あ、腕に座りした。あ、よかった、頭だ。これ、ビヨンない？まずビヨンないから、チャンス。残っちゃった方がこいつはちょっとやりやすいから。うわ、今移動するって分かってたのにな、俺。で、俺の一番苦手なステージ今から来るのね。ここでの立ち回りさえミスらなければ多分勝てる。もう飛躍ガブ飲み体制。この後は攻撃で、うわー、もうそれダメだよ。ちょ、もうこっち来いお前。もう動き見切ってんだよ、クソバコが。嘘です、やめて。今俺も何が起きたかわからん。ここダメ、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 ここ絶対ダメ、ここ絶対ダメ、ここ絶対ダメ。ああ、クソでした。ああ、めっちゃチャンスだったのに。今ぶっ飛ばし、ずっと狙ってんだ俺は。狙いすぎ、狙いすぎ、狙いすぎ。あー、やばい。うわ、当たってるよね。あぶね。48、この積み重ね。あー、その攻撃は痛すぎる。
年金くらいだから。うーわ、なんだその爆力マハは。遅い。あーもうそれやめて。こだめ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 だめ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 。腕年金欲しい。あーそれ嫌うよね。イニシア使いたい。もう地形が終わってるマジで。死ね。死んだか。くそ。まあどちらにせよ今ね、もう飛躍もなくなってたんで。確かに戻り玉持ってくればよくないって思う。マジで思う。だいぶ動き分かってきたよ。なんか恐怖心がなくなってきてる。しかも俺の、今の俺は、星単体ゆいガイガイと狙ってるからね。もうそれ死んでいい、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 もうそれ死んでいい、死んでいい、死んでいい。これダメ、これダメ、これダメ。うーわー、よくわかんないやつ来たー。しかもこの山、攻めるところに。やばい、もう新しいゾーンに逃げろ、新しいゾーンに逃げろ。ほらてめえこっち来いや、ほら、おいビビってんのかお前、こっち来れてんだお前。やっぱ自分がなんかそれすごいところでしか力出せないタイプか。これダメだ、じゃあ俺に勝てねえわ。お前そこでしか力発揮できないタイプのゴミね。オッケー。そこの方がまずい、マジで。嘘、今食らうのかよ。もうここほんとやだ、ここ嫌い俺。マジかよ、もうあそこ以外で戦いて、マジで。絶対勝てる。変な苦手意識持ってる。あそこまでマシな方。で、時間は絶対あるから、これ一服すんのね。何回ぐらい死んでるかな、もう10回ぐらい死んでるかな、これ。最終ステージには坂があるぞ。絶対その坂をさ、対応しすぎてさ、頭に血が昇って死ぬパターンじゃん。カウンター食らって起き上がりに。多分ぶっ飛ばしできると思うんだ。うわ、まだしかもまだ全然ピンピンしてやがる。やば。足引きずってない剣について。石持ってこう。何これ。ちょっと待って、やばい。ちょっと待って、安全地帯がねえ。これ爆発しないのか。これ多分爆発しねえわ、多分。行ってよさそう。行くわ。空中戦。絶対こういうことやるからやられるんだって。これは空中戦挑むよね、さすがに。挑まねえやついねえよな。なんだこれ、足元にビビりすぎか。ズルズキンや、おい何これ、おい、ズルズキンがやる、ズルズキンがずる、あーもうずるずきんじゃん。チャンスやな。
お前自分も食らってるやん。食らっとりますやん。命を削って攻撃してるのか。よかろう。俺もじゃあ命をかけよう。貴様の貴様を立つ一撃に。これぐる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 。俺の命かけた大ぐるぐるが。ねえそっちのマグマ地帯やばいって。死ねそれで自分自爆しろ。この野郎。やべやべやべ、メアリー隠しろ。俺をメアリー隠しろ。ブラッキもさやっぱ命かけてるってこと。俺もさ大ぐるぐるどっかしちゃいけないよね。フルパワーぐるぐるいくわ。ここでここで巻いても攻撃してくるけど俺も立ち向かっていく。そして皆さん回復グレードがつきます。面白い。ここも立ち向かっていくでしょ俺。おいどんだけ HP あんだ今。めちゃくちゃ食らしてんだろ。チャンス。助けて。回復がないよ。飛躍よし。ここは攻め時だ。行け攻めろ。ああ黒木さん、それずるい、それずるい、ずるい、それずるいよ、それずるいよ、それずるいよ。今の多分今めちゃくちゃあとミリだったよね。今のズルだわ。さすがに最終ステージは運ゲーでいきます。今みたいに。でもあそこまでにさちょっと残しときたいなアイテム。あと一発殴ってれば死んでた。ほんとそのレベルだと思う。あのさ戻り玉持ってけばよくない。ねえ戻り玉元思わない？え、戻り玉使えねえんだ。もうあそこに入っちゃったら二度と出てこれないの？ういー。死ぬまで無理なんだ。じゃあ、あれだね。残機1残した状態であそこまで追い込んで。だな。残機1は絶対に必要。今さ、二落ちした状態で行ったじゃん。たださ、戻り玉も1個持っていこう。最終ステージじゃなかったら使えるんでしょ？使っていかなきゃ。勝利の時は近いよ、絶対。最初は別に攻撃しなくていい。こういうの狙っていこう。狙えるところで狙っていく。ここも狙える。タバコ吸う余裕もあります。ここでモーションにだいぶ見切ってきてるんで。ここ行かない。これは計算外。想定外。嘘。ちょっと待って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 。これスリーナー狙ってる時さ距離取りがち。本当はさ足元で戦いたい。ずっとうわ連携食らった。やばすぎだろそれ。た腐らないここで。いやリセットしない。こう腐らずにいく。これがっつりいく。分かったのに。うわあんまり当てらんなかった。この得意なステージで。もう全然隙ないじゃん。もうスリンダーめんどくさい。もう殴り殺したい。それでいいよ、それでいいさ。さあ問題のステージ乗りに行っちゃっていいっすか。乗るで、オッケー。わあ、1オツ目もったいなかったな。このまま0オツで行きたいね。そしたら1回猶予がある。あの最終エリアはもう運ゲーみたいなのがあるから。俺もぐるぐるって攻めるって決めてるから。わあ、これ長いパターンさ、ポカーンしないパターンじゃない。ほら、年金やっばい。
いや、リセットしないよ。持ち。で、飛躍セットして、なんか飛躍ガブ飲み体制にも入れなかったね。で、一回タバコ吸うと。時間はある。今の死はしょうがねえけど、一応爪もったいなかったな。まあ、これも経験値として貯めていこう。もうこれやめてくれよ。なあ。取らないだろ、あんなの。怒ってますか、まだ。これ怒ってると思う？怒ってないと思っていて。運動仕掛けてくるね、ここで。頼む、当たってくれ、これは当たるだろ、お前右ちょっと曲がってドアピヨってほしい。オッケー、入れた。よっしゃー、フリット。ただクソヤバいと思っていて、クソヤバいと思っていて、なんか追い込んだととてだな。またさっきみたいな戦いになるぞ。俺シップだね。クソ、当たんねえのかよそれ。おい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 、飛躍でもなんでもいいから、飛躍でもなんでもいいから飲んで。なんで飲まねえんだ。やべ、ケチケチってる。なぜか、なぜケチってると思う。それは俺にも分かんねえよ。全然殴れてねえ。よくない、よくなし。いや、武器は別に多分大丈夫だよ。時間もあったから、あの最終フェーズ行った後のぐるぐる運ゲーまでなんとか持ち込もう。一四つで最終フェーズまで行って、そんでぐるぐる運ゲーで勝つ。それだ、俺が目指すべき場所は。最終ステージ運ゲーでいいでしょ、あんなの。俺はいいと思っていて。で、このね、つぶてそうを拾ってる間にちょうどブラキディオスがいい位置に行くのね。ちょうどいい位置行くんですよ、こうやって。ほんで、捕まえて R に連打からの猛攻。これなんです。でだー。 OK。 いける、いける、第2歩ドーン。ああ、そっちか。くそ、逃した。まあでもぶっ飛ばし2回暮らしたし、初動としては悪くない。しかも死んでないしね。つぶて石きたー。くそ、まあ、スルーされちゃった。最悪。ちょっと待って、ゲート薬飲む。いけ、眠り返り、いけ、眠り返り、いけ、眠らせろ、眠れ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 か。お、眠った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 、よし。スマーからの、やばい、これ毒くらい。あ、しかも相手毒ってる、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 相手毒ってる。これチャンス、チャンスオス。毒ってねえや。あぶね、当たることが大事。よし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 、まだ1回もしれないよね。あの、どう？俺の決死の眠らせ。魂の眠らせと呼んでいて。あ、確かにキャンプ戻ろうぞ、これ。一回こうやって来てさ、戻り玉いらねえや。普通にこうやって移動できるの忘れてたわ、俺。なんで今まで使わなかったの？お、戻り玉いらねえった。これでよくない？ねえ。なんで今まで俺これしなかったの？確かに戦闘中に戻れるかもしんないけどさ、戦闘以外でさ、こうやって戻って補給して、
万全の体制でいけばよくない毎回。今までなぜそれをしなかったんだ俺は。乗っちゃおうかねー。わさ、滑空の方へ来た。で、なにこれ、やめてくれ、頼む。飛ばねえでくれ、俺の意志の、意識の外側から。やべ、癒しの演奏。なぜ癒し。ここは癒しの演奏なんですよ。答えは。で、癒しの演奏で回復しつつ、殴っていく。これ、演奏ループって呼んでんだけど、これを。行くときは、行っちゃっていい。なぜならこれ倒れても癒しのエンドで確定できるから。それはダメ、それはダメ、それ聞いてない。行っていい。ねえ、その年金さ、ダメだろう。確定じゃねえかよ。聞いちゃってんじゃねえんか、ほら。だいぶ動けるなってたね。こいつ足元だ。マジでこっちを必要になっていく。ダミだこれ。うわーマジか、巻き込まれた。あ、ビヨっちゃったかな。もう生命の粉じでも何でもからだから。一旦ここで休憩するんだよ、お互い。乗れ乗れ。神神神神、狙い通り狙い通り。乗れると思ってた今俺は。いでよマグマシャフス。おマグマなんか効果吹かねえぞ。あーダメだこれ。やっちまった。おい、なんで今まで警戒してたのにめちゃくちゃ。それちゃんと避けれてたじゃねえかよ。うわ、欲望の果てだ今のが。かわしてからだよね。ただもう結構当ててるっていう自覚があります僕は。変なミスしなければいけるはず。チャックのみ来た。怒ってんのあんた。ご愛嬌です。クラッチが強いがゆえにさ、狙いたくなっちゃうんだけどさ。これだこれだ。オッケー、ブロックしていく。ここしまった、最悪。これ移動する。さあ最終ステージ行こうか。回復取りに行った方がいいかな。一回回復取り行こうか。あ、てかさ、これで戻ればいいのか。でも多分あんまり使ってない。イニシエ使ったか。それ大事。もうぶっ飛ばしには頼れないよね。方位来てぐるぐる。いいね。方位ぐるぐるで上に乗って頭ぶん殴りまくろう。ここに来て生きてくるのか。うえ、方位使えねえ。作戦失敗。なんだそこにいるの。観念したかこいつ。こいつ観念した疑惑ない。暴れた。やめて、こっち来ないで。わわ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 わ、やばい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 。最悪、飲めなかった。なんで飲めなかったの今俺。遠投してた。え、俺まさか、遠投してた？嘘でしょ。このさ、飛躍のところ、飛躍連打しようとしてさ、R1 押しててさ、遠投使っちゃった。これやばいっすね。追い込まれてしまった。ただ、あいつが、あいつもまた追い込まれてるから。五分の戦い。どうも、こんにちは。あ、ビビりすぎ、ビビりすぎ。これあんまビビんなくていいんだよ。
とビビんなきゃダメなんだけど。あぶねえ。ちょっと待って、ビビりすぎ。やばい、なんで俺こんなビビってんだ。ねえ、これ別にさ、大丈夫だよね。ビビって大丈夫？ビビった方がいい？ああ、逃げよう。やばい、やばい気がする。あ、怒ってないじゃん。これさ、怒ってないぞ。一旦さ、これ落ち着いて壁ぶっ飛ばしてから話を考えよう。行くかな。どうせ無理だったら。やべえ、包囲ぐるぐるドッカーンだった。怒ったね。乗れー、やれー、大技ー。やばい、おった、死んだ、お前死んだ。やばいやばいやばい、そんなこと言ってる場合じゃない。ちょ、お願い、やめて。そんなのずるじゃん、お前。証明してくるわ。マジで切れた。今大技しなかったら勝ってたかもしれない。大技しちゃったんだよね。あの、断言する、次で倒します。もうデータ全部取れたんで次行くわ。雑魚です、こいつ。この雑魚、俺雑魚って呼んでんだけど、呼んでんだけど、こいつのことを。こいつしばく、こいつしばくということ。しかもあれ使うわ、激輪チケット使うわ。もう次倒すっていう意思。あとショートカットのあの、調合が、まだいまいちよくわかってない。あれ何？調合だけ2個しておくとかできないの？一回押せばいいのか。好きあらば調合、好きあらば調合でいきたいですね。使うんすよね。ここで。ここで使うんすよ。2個一気に調合だけできる。何それ？そんなバカな。でもね、一番最初に、あの、つぶて石、取っていくと、もうバカブラキディオスが、ちょうどいいところにはまってんすよ。で、ノリ、初動ノリ2連発。それをぶっかましていく。ね？もう完璧でしょ？で、ワンチャンでもこいつ方向してくんのね。その方向を。あ、良くない場所がすんごい。すんごい場所が良くない。ご愛嬌、こんなの。できないね、オッケー。上等だ。右手の電気壊したい。走れ、あの三つ星に向かって。今の完全に俺があれ、俺の心の贅肉だ。その贅肉背負っていく。今飛躍をケチったのがマジで終わってる。なんで飛躍ケチっちゃうんだろう。調合して飛躍使えばよくない？なんでケチっちゃうの。ラウンド2、やめて、それやばい。俺もケチんだよ、ケチんないといいし。んだよこいつ。今準備してんだろうが。もうチケット使ったことなってんじゃねえか。倒せよ、次で。俺がじゃあ、この臨海ブラキディオスの倒し方を教えてあげようか。まず、ね、一番最初に、もうつぶて石取りに行くんですよ。つぶて石取りに行って帰ってくると、ちょうどいいところにあいつが待ってるんで、一発、ドタマ？ドテッパラにぶち込むんですよ。走ってって、方向する前に、あ、腕でガードしてんだけど、ここ、ガード。方向の前にガチコミ入れんのね。ガッコリ。このサイクルが最高。で、もう一心不乱に石拾いに行って。で、大きくグレートガブ飲み。
よっしゃ。くそ、痩せすぎる。痩せすぎる。死なないことが大事よ。やべ、水虫設置だにゃ。ここまで追ってこれまい貴様も。何追ってくるんか。あいつの弱点はさ、自分のね、得意なフィールドじゃなきゃ戦えないっていうね。逃げる、絶対逃げる、絶対逃げる、逃がすな。俺の千載一遇のチャンスが。あそこをちょっとおまけで行きたいよね。さあ行くぞ。土手っ腹にぶち込んでやる。で、命に変えてでも眠らして、頭にぶち込んでやる。まずカエル探せ、おしこれ。どこへ。よっしゃやめて、年金食らうやん、もうそれやだマジで。これ1回目これ慌てるな。これ冷静にいく。攻撃の隙をなんか当てよう当てようとしすぎてるな。めくらってねえんだ今の。俺の命に代えてでも貴様は眠らせる。サッカー眠れ、おい、おいバカだ、寝れ、おい、おい、あー、寝ちゃった俺が、最悪。マジかよ。うわ、くそ。いやもうあれ狙いすぎ、マジで今の5分間マジ何もできんかった。もう普通に殴っときゃよかった。でもこいつさ、あれ当てんのむずくね。他のやつに比べて隙なくない。それとも俺があれか、心の贅肉ありすぎる。なんで氷のハンマー使わないんですか。バグズジーズーニーデールが好きだから。ここで火力上げるんですよ。ここで火力がっちり上げていくんですよ。この意志力、俺は引かねえぞという意志をね、このブラキディオスに見せるわけ。そうすると相手はもう何もできないから。なんだこれ、エント、もうエント俺持ってくんのやめよっから。どうも、そこでエントを捨てる男になりたくない。俺は段差うまく使えてねえな。やめて、それ何それ、それうわ、まさかこの方いらねえんじゃねえの。なんかいらないアイテムちょっと置いてこうかな。もうとっさの時にショートカット出ねえからさ。いやもうさ、どんな HP でも絶対飛躍で回復していこうかな。応急薬グレート置いていくという意思ね、それがいいよね多分ね。この作業さ、やってる余裕なくない。普通にミスっちゃったボタン。あのさ、腕の時って何ボタン押すんだっけ。やばい、ゲシュタルト崩壊を起こしてる。もう次ラスト。え、なんかおかしくなっちゃった俺。 R2 だと爆発だよね。いや、考えないでしょ。考えると、今度普通に攻撃するときに何ボタン押すんだっけなってなっちゃうから。体に任せる。ですよ。煙玉いらない。ホットドリンクマジ世界で一番いらない。打ち消しの目もいらない。まあ、ステラじゃなんでこんな、いらねえ、もういらねえよ、これも。俺もいらねえよ、使ってねえだろ。なんだ、竜殺しの身ってよ。オッケー。だいぶスッキリした。あ、回復薬もいらねえっちゃ、いや、回復薬もいらねえや。だいぶスッキリしてるやん。だいぶスッキリしてますやん。でね、俺がブラキディオスの倒し方を教えようか。
まず一番最初に、あの、後ろにいるんですけど、これスルーするんですよ。で、つぶて一人に行くんですよ。そうすると、ちょうどあのバカが、ザコって呼んでんだけど、あのザコが、あのザコがちょうど壁際に寄るんで、そこを、あの、もっこりしてるリーゼント、あの、もっこりしてるリーゼントめがけて、スリンダーぶっかまして、R2 連打。これ連打でいいっすか？パターン入った。で、こっから先がマジで終わってる俺。いつも。急いで石拾いに行って、旦那様三つ虫で回復ダニアを触ります。そしたらもうあいつ何もできないんで。見えてるぞ YouTuber。 チャンス。はい、旦那様三つ虫で回復ダニア来た。うわマジか、起きない。やめるにゃくんじゃねえお前。くんじゃねえ。あれ心肺蘇生もう一回使ったっけ。おいなんでてめえこっち来てんだよ。こっち来ねえ約束だろてめえ。お前顔がキモいんだよ。はい、バグった。よし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 、いいぞいいぞ。お前はな、お前所詮ゲームなんだよ。お前はこっち所詮ゲームなんで、来れないんですよこっち。もうそれをがっちり使っていきます。結局その程度の生き物なんで。ちょっと怪力の種とか使っていきますか。あ、怖い。ちょっと待って、あの眠りバカガエルどこいる。あれ、ゴミゴキブリバカガエルがいねえ。頼む、来ないでくれ、頼む。お前はプログラム、お前所詮プログラムされたゴミなんだから、来んじゃねえぞ。ここ俺の場所だ。よし、来んじゃねえ。わあ、しいぞ。お前来れないんだよ、こっちまで。ほら来たー。よし、来れないだろ、お前。はい、来れないね、はい、バカだから。で、俺が来れない利用して、これ当てんの。ほんで、来れない方に逃げていく。生かすわけねえだろ、この野郎。逃がすわけねえだろ、俺が。逃がしたことねえんだから。眠りバカガエルは、眠りバカガエルどこ。出てた。眠れ眠れ、絶対眠れ絶対眠れ絶対眠れ絶対。よし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 。ねえ、その年金邪魔、マジで年金邪魔。おラッキー、マジで超ラッキー。わかる。やべえ。起きなくてよかったか。もう一回死ぬぐらいじゃへこたれねえぞ。かっこいいの来た。絶対なると思った。最悪ピヨった。メアリーありがとう。なんかこいつのおかげでショートカットが使えるようになりそう。起きろ。いやー、メアリー、あめれ。乗れ。ねえ、それずるくね、マジで。
で、そこの木、そこの隙間きれいに取ってんだ、きめえな、てめえ。お前、キモいぞ、マジで。終わってんだから、キモさ。取った？移動か。そしたらですよ、クラドにガブ飲みして。で、これ行くんすよ。これ。これ本当に行くんすかね？俺、あんまりこれが、なんか、いやーこいつのおかげでみたいな展開が一回もないんだけど。あぶねえ。でも動けない、死ぬ。あぶねえ。壁にぶつけたいよ。はまってしまった。ああ、なんかクラッチ狙いすぎな気がする。固執しすぎだよね。もっとちゃんとさ、的確にさ、でも殴ったら怒っちゃうんじゃないかと思っちゃって。あいつ怒りやすいじゃん。怒りっぽいじゃん。ここはもうがっこり狙ってくるんですよ。当たるこれ。当たんねえな。ああ、こっちだ。滑空の方へ来たー。乗り行きます。乗れ乗れ滑空の方へ来たー。本当に滑空の方へのおかげで乗れてるんでしょう、これ。あぶね、出た。非常にまずいでございます。あ、移動する。絶対移動する。移動したかった、最悪。年金つけてるだけだった。それマジでやめてくれ。やべ、どうしよう。俺だってディスアドバンテージすぎる、今の動き、今の動きが。あのスイーマジやめてほしい。うわ、嘘だ。ちょ待って、ラスト生かして。うわ、マジかよ。まあまあまあ、これくれたんだ。まあいいや、許してやるわ。じゃ許します、俺。ははははは。おもろ、ブラキ。絶対にクリアするという意思表示。マンドラゴラ、亡くなってきてね。でね、アステラ戻るんですよ。俺、ふるさとって呼んでんだけど、アステラのことを。向こうにもあるのかな。クソ近くにある、マジで。キモ。で、俺がこいつの倒し方をみんなに教えるんだけど、今から。こいつバカなんで、すげえバカなんですよ。で、ここのつぶて石、取るんですよ。で、もっと近所にも、あのね、ぶっ飛ばしのやつあるんだけど、ここのつぶ停止がジャスティスなの。ちょうどあいつが、美味しいとこ来んのね。で、若干いつもと違う動きに。俺は戸惑ってんだけど。で、よくわかんない。よくわかんない壁に当たったんですよ、今。最高でしょ？小石に当たった。小石に当たったんだよ。小石に当てたの。で、こういうグリッジも使っていきます。くせ！はぁ、なんだか、キモ。ピアってもいいよ、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 ピアってもいいよ。おりゃ、腕に当たんだよ。年金を食らうと。あー、間に合った。やめて、これマジやばい。お前の心の声が聞こえるよ、移動したいって。変な方向、もしくはビクンビクンの後にこいつ移動するから、俺はそれを見逃さない。はい、移動する。逃げすか、ボケー。それでいい。
いいかこれ。うさーん。ラッキー。いや、なんかショートカット上手くなってきてるぞ。移動するかな。移動するね。あれ、あそこに行かずにそのままこっちに来ることあるんだ。あー、一回戻るべきだった。まあ、いっか。俺はでも固執しない。固執しちゃダメ。これももったいないと思わない。あれ、クロちゃん。キキ、ナナシンかける戻りだな。よっしゃ。あぶねえ。あぶねえ。戻り玉来た。戻り玉来た。そういったこともしていく。飛躍の素材がない。嘘だろ。そんなバカな。もうそしたらナナシンかける戻り玉でなんとかする。もう先落ちた。ああ、場所悪い。うわあ、嘘。ね、これ何落ち目？これ 1？ これ1だよね。1だよね。いや、絶対いける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 。これいける、いける、いける。で、次で、このセクターで、俺は、最終ラウンドまで追い込んで、もうそこでぐるぐるドッカンでぶっちぶちにする。ぶっちぶちにしちゃっていいっすか。ぶっちんぶっちんに。時間は15分。 OK、 絶対余裕。一回これタバコ吸う余裕もある。ぐにゃんぐにゃんにしてやろう。滑空の方位来たー。もうこれ来た勝ちっすね。大技出すな。あの大技って何の時だっけ。あ、乗る時か。出さない出さない。ねえ、もう最悪だよそれ。何で即死すんでしょ俺。せめて三つ星でありや。乗れ大技。お前神なメアリー。お前神な。それここの次の当てはマジクソ大事。当たんねえよこいつ。マジでキモすぎる。ペンダリン。あー、もううぜえな。ペンダリン。あー、もう連打じゃダメだし。そのまま足の方が死ねえ。お前、いやもうマジ当たった。ラッキー、マジでラッキー。まあでも当たれ。よし、それせせこましいこともしていく。ナイスナイスナイスー。どうした？無理や。大技ー。マジで俺大技。やべ。逃げんなてめえ。おっしゃ、最終決戦しようじゃねえか。大和田常務との蹴りつけてくるわ。一旦戻る俺は。クレバーに今一四つ？いけるぞ。さあやろうじゃないか。こっちだからでもあれだよね、ホリホリするよね最初ね。その間もタバコ吸うんで。え、ホリホリしないの？やっちまった。
あ、そっか、爆発がなくなる分、なんか、なんなら戦いやすくね、こっちの方が。そう、隙間ないやん、もう。おー、アダジオーム、来たー。土下座してください。ある程度これが溜まってからこいつは超えてくるから、それまではめっちゃ強気にいこう。やべ、多分これ次来る絶対来る、絶対来る。次だ。とりあえずバカだから自分で食らってドラキ終わりだよ。お前見切っちゃったよ。お前最初の携帯の方が強い、めっちゃけ。あ、次来る、やばい、これ次来る、真ん中。嘘だ、話が違うよ、ママ。甘いって最悪。おめえ何やってんだよ、何麻痺ってんだよ、お前うびっちゃってるやんこいつ。うびってるやついる？そろそろ死ぬんじゃないの？いやもう死ぬと思うんだけど俺。早く水虫をお届けするんじゃ！早く！くそい！待て、落ち着け。観客がね、みんなどうしようね、観客持ってくれよかった。アバよ、強かったな。 HP もめちゃくちゃ多かったわ。なんか特殊ステージみたいなのもあんだな。こいつのおかげで、ショートカット覚えたぞ、俺は。だんだんこうやって上手くなっていけばいいわけ。よし。さあ、俺のホームに戻る行って、アステラ。ブラキの武器強い？でもなんか、強いやつに効かない疑惑が。バグズチズーニーデール2出ねえかな。一番下に出るっていう。あ、作れるし、めっちゃ強え。めちゃくちゃ強くない？これ作ってよくない？ 1560？ 紫だって。え、ちょっと待って、弱点特攻と 411？ ね、砥石高速化なんか絶対いらないじゃん。これこっち一択じゃない？こっち一択じゃん。おー、うわ、しかも待って、は、箱のめっつい43なの？何でもつくぜ。何でもつくけど何も持ってねえ。体力系をつけた方がいいのか。体絶に体力つけて、で、ここに体力つけて、4の株がねえんだよ、4の株が。なあ。いい株ねえ。ねえ、これ株どっかで手に入んない？株。あ、イベクエの陣王ができるんだ。いや、ここに何をつけるかはちょっとまた、おいおいだな。EX、これさ、もうマジで強化っすよ。全部行く。俺の、ありったけを、全部行く。俺、ありったけをここに、としていく。そうだな。これ明日周回して、ブラキリウムを、量産しよう。え、待って、441、421、44、やばくない？これ。フルセットでよくない？いや、この装備揃えればラージャーもいける。超かっけえし、ズーニーデール2。しかもさ、あの、砲玉さ、なんか、死にながら2個集まったのでかくない？クソデカだよね。じゃ、起きたらまた。で、ラージャン倒して。あ、え、俺セーブしたか？あ、俺セーブしたか？倒しちゃおっかな？倒すのやめる？倒すのやめることも視野。ちょ、みんなで株考えよう。ケチくせえな！
ねえ、ちょっとさ、株集めるクエストってないの？株集めるクエスト、はい、見てこれやばくない？おい、破滅の破光のめっつい強すぎてわろた。イベントの陣容が、じゃあみんなと行くか。僕で杖作って、え、なんかつまんねえ。なんか最初から強い武器作りたくねえ。行って打ちひしがれて、そんでその後に作りたい、そういうもんなんですよね僕は。まず100回ぐらい負けてから涙流して敗走してからやりたい。なんてやつだっけ、イベントクエスト、何この地上最低のクエスト。ああ、マッスルボディ。ちょっとじゃあパスワードを教えます。え、0721、オナニって覚えてください。俺は戦いません。何すればいいんですか僕は。戦う気は全くなくて、戦う必要はないと思っていて俺は、うん、指示しよっか。オッケー、晒しすれてバラすんじゃねえぞ。いや、目の前にいる。ちょっと待って。目の前にいる。早く。早く死ぬ、早く死んじゃう。よし。てんてんてん、プッチンパポン。もうすげえ回復してくれる。あ、味方か。なんか回復してくれんなと思ったんだよな。おいおい、俺も戦力か、 YouTuber ども。ノーマルジオンがあんま強くねえな、やっぱ動きは変わらずといったところでしょうか。超回復使いたくねえ。俺回復使わねえぞお前ら。やってくれな、パガーン。お、火力も12分じゃない。あ、私も拾った。これで何が出ないの。あ、何やってんだジャグラス。あ、これでも株手に入るんだ。株専用クエなんだこれ。へー、頭をトカチカチやってるか俺が。で、やってるふりして俺は株を手に入れる。逃がすかボケ。いや、俺連れてかれる。連れてかれる。助けて。ポカーン。あれ、俺なんかさ、ボタン分かんなくなっちゃった。みんな俺ゲシュタルト崩壊してる。ねえ、あれ何ボタンだっけ、乗ってからのさフィニッシュって。三角だっけ。もう一回来るんだ。やだ、俺は絶対に回復薬使わないと決めてて、それが俺の ポリシー。やだ、拒絶。ナイス。いや、回復はしない、もったいない。回復するやつは死を選ぶ俺は。さあ、株手に入れろ。あー、すごい株。封じられた株が2個と刻まれた株が7個。奇跡を見ろ。逆上体術、耐震体力、透析、窮地解放、防音整備、接触攻撃、回避、無傷。耐震ラージャンで使える、確かに。絶対に回復しないぞという意思表示見せていくわ、俺。こういう意志力って必要だと思っていて、俺。0721。オナニって覚えてください。激運いっちゃおっか。てか、飯食いて。ねえ、ここ融通が効かねえ、マジで。すげえ融通が効かねえ。もう この街から出ていきたい。ねえ、俺はさ、何の株を狙っていけばいいの？みんな。超会心？何それ。濃い青いやつが出たら期待していい。OK。了解。じゃあ、蜂蜜集めるね、俺。体力プラス回避性、あー、なるほどね。びっくりした。ジャナファーがいた。俺が行く頃に終わってねえかな。すごい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 。大剣も強そう。ぶっちゃけさ、一番強いのって何なんだろう。弓とかかな。片手剣か。まあ、ほんとハンマーなんだけど。みんなハンマー下手じゃん。
かハンマー最弱ゲームがあるんだね。最弱じゃないよね、さすがに。あ、そっか、笛もあるのか。笛とか超弱そう。実際のところ火力上がった俺、爆術全員出るから上がってるよね。ズーニーテイラー卒業しちゃったんだよな。見た目がズーニーテイラーが許してくれ。やべ、ごめん、攻撃してた。ねえこれ、うぃー、1000個だろ、1000個。転覆体術、耐震加護。おお、なんか使えそう。耐絶、あ、これ耐絶もいいんじゃない。回避、あ、これもつけたいね。あ、おい待て、回避距離アップと回避性能、これ良くない？ね、これ良くない？ね、これいいじゃん。ね、回避距離アップと回避性能、これめちゃくちゃ良くない？いっちゃおうかなって一旦な、ね、つけてみるわけよ。ちょ、ラジャン行こっか。もうラジャン行けんべ、なんかがあれば。ほんで、さっきの、で、またカプコンに盗まれてないよね、俺。もうたまに盗むのね。これつけようぜ。これ良くない？回避性能1じゃ意味ない？じゃあつければ良くない？回避性能まだあるよ、俺。多分。ない。まあ、ラージャン意識していこっか。ラージャンは耐震。耐震、耐震。耐震加護来たー！耐震体力もいいね。で、体力1個外せるから、ここにね、超わかんねえからぐちゃぐちゃにやろうかな。俺なりのあれで言っていい？ねえ。みんな置いてっていい？ここに。耐絶とかいらねえだろう。いや、つけてく？耐絶。気絶状態の時間を 90% 減らす。いや、めちゃくちゃくない？もう気絶しなかったらもう、ぶっ殺しもんよ、これ。耐絶きたー！ちょ、見よ。何耐爆って？これいらねえだろ。いや、耐属つけちゃおっか。いや、滑走。え、早飯、早ぐそ、芸のうちやる？ビビアンスー。こう、ビビアンスーから教わった俺の、やっぱ俺芸事してるじゃないですか。座右の銘が、早飯、早ぐそ、芸のうちって言ってたの、ビビアンスーが。もう32年ぐらい前なんだけど。一定時間力つぎるたびに攻撃力と防御力が上がる。いや、ちょっと待って。これつけるじゃないですか。いや、これマジで両方つけて回避距離も落ちてほしいなぁ。回避性能に、回避距離に。いや、俺もう勝ったべ、これ！耐震ってさ、1じゃ全く意味ない？ね、回避性能つけて、そもそもその耐震攻撃をかわしていけばよくない？あ、でもこれ体力増強がついてんのか。一応つけとくか。めんどくせえし。ちょっとラジャン行きますか、じゃあ。金色羅刹。いや、これもうだいぶ強くなってるよ。へい！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 ブラキディオスがめちゃくちゃ強かったんで、もしかしたらこいつもクソ強いかもしれないけど、そこはもうコンゼウでぶっ殺していきます。で、こいつ倒したら次アルバドリオンでしょ。どうせここにいるんでしょ。ここもし、あ、いた、本当にいた。うわぁ、なにそれ。走って、そのまま、そのまま走って。お前、愛も変わらずそれやってるんだ。うわっしゃっ、完璧。効かねえよ、ボケ。あ、最悪。ちょっと待って、チャチャブーがうざすぎて。一旦開き直りましょう。やばい。おーよよよよよよよ、これ優しいやつ、多分優しいやつ。こい、いや、それ無理だろ。それ無理やろ。優しくないぞ。激コーラージャン来た。あー、やばい、持ってくんの忘れちゃった。最悪。持ってくんの忘れちゃった。あ、やばそう。回復しない。回復。やばいやばいやばい。
っと待って待って、これやばいやばい、ここやばい、ここマジ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 やばい。飛躍のさ、元持ってくの忘れちゃった。一回戻るか。いらない、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 いらない。かつ、天身の創意と不動の創意を取った方がいいです。お、知らないんだみんな。滑空の、じゃあわかりました。今回でみんなに滑空の創意の恐ろしさを見せるね。終わるぜ。これマジで最強なのね。ほとんど地上降りないからね。降りてこねえよ、俺。もう最強なんだよ。そう、嫌な、ねえ、みんなに嫌われていた頃のレウスみたいに、一生空飛んでる。見せてやろう。滑空の創意の恐ろしさを。しょ。また、ここはあんまり使わないんですけど。うわ、回避距離がでかい。マジで回避距離でかい。だいぶ楽。悪くせずもういいや、もうぶっ飛ばされていいだろ。狙えとは言うもののぶっ飛ばしてえだろうが。とは言うものの怒った、怒った、ね、やべえ、許せ、お願い、それやめて。その後のさ、その後のハイパーハンマーみたいなマジやめて。これはもう確定だから、これこれね、前捨て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 、あ、無理なんだ。なんかでも臨海ブラキよりは全然いけそう。あいつ強すぎだって。もう粘菌クソ野郎。あー何ここ、ここやっ、んん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 やばくね。早く乱入しろ。まばれある、すごい。来た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 。ロボボー！俺も乱入する。2000やば。やばすぎでしょね。俺やめて、俺やめて。なんで来たけどこっち見てんの。二人とも去ってった。そしてそんなことが起こるんですか。俺の勝ちだな。口ほどにもない。しまった。うわ、絡め取られたな。ただ縄張り争いで結構ガッチリいったんじゃね。しかも不屈があるからさ、こっからが俺の真骨頂。できれば初手ぶっ飛ばし決めたい。最悪です。最悪です。しかもどうせ怒ってんのか。うわー、黙れメアリー。何その攻撃。あーやばい、やべちくりー。あーこれ頭立てねえや。ズザー、どうせまたなんかファイナルステージみたいなのあるんだろうね。あのクソバカ恐竜、邪魔くせ、怖すぎない？それだ！やめてくれ！やだ！これまったりするわ。もうイバイみたいにこれまったりしますよ、これで。何やってんだよ、お前よ。てめえ、まったりする男邪魔してんじゃねえぞ。で、ここでまった、うおぉ。やばい。いや、その後ちょっと隙あるな。で、怖いってお前。おはははこれはそういう波状攻撃ね。放射状ね。あ、うぅ、おぉ、つが、大絶強すぎだ、これ。うわ、絶対ビヨってるもんね。耐震も効いてる？結構。なあ、くそ。
てかそろそろぶっ飛ばし1回入れたいね。25分、結構時間経っちゃってる。もしかしたら時間切れになるやもしれん。出ねえ。これいかねえやついねえだろなあ。これあーそれ出た。飛躍準備、飛躍準備、奇跡を見ろ。よっしゃでござる、やでござる、やでござる、やでござる。はい、止め、ボケー。あーこれ入んな。あの野ウサギたちが頑張ってる。いけ野ウサギ、ノブウサギが2、3、4、この後である。で、肛門にズザーンって、あの肛門にね、親指をブスッと刺しちゃえばいいのね。知ってた？刺しちゃえばいいの、肛門に。回避距離、回避性能、様々。うわぁ、ウキョネが来た。今のは奇跡のかわし。ちょ待て、ウキョネストップ。ちょ待てね、ウキョネするわ。ウキョネするためにはこっちにおびき寄せて、当たるかなこれ。こっちでやりたいけど、それは右京姉が許さない。遠投きた。これまったりするの、これ離すの、一回これ一回離せるやつが勝つからね。離せる男。下手すぎないこれ。もうてかもういいや、もうそれやめてくれよ。メアリー頑張れ。頑張ってるメアリー。チャスス、キーすぎ打ちとしや。あっ、なんだ今。あ、これ前、これ前よ、これ前、これ前。起きるな。よし。さあラストチャンス。結構当ててんじゃねえもう。で、攻撃力アップ大いくんすよ。で、念には念を入れて、俺結構念には念を入れる男であって、戻り玉入れるんですよ。それすなわち勝ちです。で、残り時間15分じゃん。ただ、一服すんの、ここで。それが俺のトレンド。歩いていくの、ゆっくり。まだ15分もあると。そういう気持ちでいきたいですね。なんか HP 少なくね。最悪。飛躍飲み忘れた。最悪。超もったいね。あいつ怒ってるかな。怒りなんてくだらんぞ、ラジャン。向こうにいるじゃん、ほら。それ何なの？てか、距離離しすぎ、俺。
二オツヒヤヒヤするでしょ。うわ回避性能めちゃくちゃ生きてる。回避距離が生きてる。ああの謝罪するわ。飛躍ケチったこと謝罪するわ。飛躍ケチったことマジ謝罪するわ。体が拒絶する。あの HP で飛躍使うの体が拒絶しちゃうの。でもラージャいけるわ多分。そんなにあのブラキと戦った時は俺これ勝てねえなって思ったけど、こいついける。全然ブラキよりは戦ってて楽だわ。あいつ終わってたんだな。気をつけて。ザナルカンド見てみて。ルー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 ルあのね、もったいないと思っちゃうんだよね。さっきのやつも、なんか飛躍使うのもったいないやつになっちまって。飛躍なんてもったいなくねえじゃん。あぶねえな。頭じゃねえのか。怒りました。君面白いね。ああ、日焼けしんだよ絶対。日焼けしんだよ俺。いやここは日焼けしるでしょさすがに。ここでケチらず、いや俺日焼け仙人って呼ばれてんだけど、俺が日焼け仙人なんだよ。かの有名な14ダメって何14ダメージって考えられなくない。ああ、さあ飛躍戦にどうする。ここは飛躍戦にどうする。これね、飛躍させる。飛躍戦います。ここはあっぷね、あそこ蹴散れるやつが飛躍の王になれるからな。全然好きないやんこいつ。どうすんのこれ。この後だな。はい、飛躍仙人来たよ。ここで蹴散れる、ここで蹴散れる男にありたい俺は。あれ、ほとんどダメージ当ててない気がする。その事件の狭間で死ねえ。なんでスリンが出ない。この後好きねえんだけど、ワンチャン取り行くいつも。でここは俺の、やめてやめてやめて。いや、ここは飛躍戦だ。なるほどなるほど、それ前素で出せたで肛門別。あ、なるほど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 。あ、これはダメ。今連打してなかった。連打してなかった俺今。ワンチャンかけたんだけど。で、ここで、防御力アップで行くんすよ。あ、避けてから回復でよかったね。お茶見しちゃったな。てか、舐めるな。ラージャン。普通強いんだから、もっと恐れていけ。何があれだよ。飛躍仙人だよ。普通飛躍使ってけ。俺飛躍仙人じゃないから、理由は。みんな嘘ついてました。俺飛躍仙人じゃないんで。
飛躍以外使うな。もったいないやん。もったいなくない？そんなの。潜在意識の中でさ、飛躍使えねえ。高級役グレードでいいんじゃねえかって思っちゃう。わお。その動き、その動き、その動き。これかわせねえか。うお。やべ、絶対この遠投の選択が間違ってる。でもまあそれでいい。それでいいさ。一発食らうことによって飛躍を使いやすくなる。これ誘いって呼んでて一発食らうじゃん。そうすると飛躍が使いやすくなるの。もったいないという心のゼリーがなくなる。あー、もったいね。食らうのかそれ。ナイス。あれすごいね。さっきからどうやってかわしてたんだろう。奇跡か。いや、ブラキディオスの方も全然強いと思う。やっててさ、苦しさないもん。俺ブラキマジで苦しかったのね。俺もう無視していくわ。俺止めるだよみんな。俺もぐるぐる一本でいくんで。これで飯食ってるんで俺。これで飯食わしてもろてます。ねえやめて。ちょマジでやめて。ちょマジでやめて。ちょマジやめよう、やめ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 よう。俺連れていかないで。俺連れていかないで。ちょやべえマジで。ちょやべえけど、俺は引くことを知らないバカなんで。うっさだまあこの2000はでかいよね。移動するっしょ。しないんだ。いや、メアリーナイスすぎ。ナイスメアリー。ああ、今のは普通に食らっただけ。俺は心の銭がなかった。ペチン本当はその目の前にある回復ミツムシに、回復ミツムシに寄ってっちゃった俺。あれあれだよね。これ心との戦いなんで、こいつは。俺もし次負けたら、俺回復役グレートすら持っていかねえからな。もう不退転の覚悟で挑ませていただきます。あ、出ない。何それ。初めてのあれ来た。やってきた。やっちまった。よっしゃ。ちょ、メアリー行くんじゃねえ。お前が俺の心の贅肉なんだ。それで回復したくなっちまうじゃねえか。今一瞬迷ったぞ俺も。俺はでも絶対この青さなくさない。よし。俺絶対飛躍使わねえよ。俺ここで飛躍使うような男になりたくない。マジで。本気で行くよ。飛躍千人とかいうエンタメ要素ゼロ。おお。ただ癒しの遠投を使います。これ一発でいかへん。オッケー。面白いラージャン。苦手だけど戦ってて面白い。正当な強さだね。ブラキディオスの方が好きだったけど、ラージャン嫌いだったけど、ワールドのラージャンは好きかもしれん。え、ちょっと勘弁してよ。ここまで来て手柄を取られるところだった。これもう一回殴れるとかいう最高のあれだね。もう一回殴れたらいけるぞ。あー、しまった。あ、なんかでもこの中に。超神経になってる。ねえ、なんか俺10年前の俺に戻ってる。こんなに真剣にモンハンと向き合ったことないぐらい。これがモンハンか。配信のことを忘れて今向き合ってる。これラージャンという男に。
それ無理な。ホットドリンク入れたら痛すぎ。一旦戻る。ホットドリンク飲みに行く。冷静だろ。ハンマーにとってね、スタミナって死活問題なんで。どこいる？ラちゃん。あ、寝てんじゃん。かわいい寝顔してる。頭痛かったな。ああ、ビビった。何それ。初めて。それはやばい。初めてのそれ来た。ほほう。やべえ、逃げろみんな。みんな逃げろ。医薬先生、飲んでくれ医薬を。涙目配送。ほら。よかばい。で、ブラキディオスもさ、寝たのかな？寝るのかな？なんであいつだけさ、あんな特別な仕様があるの？最終マップに行って、なんか、いきなりパワーアップするみたいな。こいつなんか冷遇されてない？明らかにブラキの方が強いな。さあ次、アルバトリアンか。ま、こっからがめちゃくちゃ強いでしょ。封じられた歌舞伎だー！早食い達人、多いじゃん。早食い達人よくない？短縮と、おー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